皆様こんにちは、3月17日カラーズ新木場大会にてカラーズチャンピオンシップタイトルマッチが行われます。このベルトは試合によってルールが変則します。王者挑戦者がそれぞれルールを持ち寄ってカラーズメンバーで投票し多かった方のルールを採用します。それではまずは挑戦者のサキさんからルールを発表してください。はい、私が提示するルールはノーロープです。これは私のプロレス人生でやっぱ半分はマットプロレスといっても過言ではないぐらい重ねてきているわけですよ。ロープがないという試合を、これで私は多分誰よりも空間把握能力が強いんじゃないかなと思いました。こちらのノーロープマッチを提示させていただきます。はい、続きまして王者ミー選手お願いします。はい、私が提示させていただくルールはデビューカウントマッチです。それぞれのデビューした年数分をカウントを取るという、私だったらデビューして3年目になるので3カウント、サキさんは私から9カウント取っていただくという、はい、デビューカウントマッチとして提示させていただきたいと思います。いいんだね。はい、はい、ということで2つのルールが発表されましたけれども、それでは、カラーズメンバーによる投票が行われます。皆様目をつぶってください。それではサキさんのノーロープルールがいいと思う方手を挙げてください。デビューカウントルールを採用する方手を挙げてください。どうぞ。手を下ろしてください。はい、目を開けてください。さあどうなったのか皆様と一緒に私たちも知るわけですけれども、チャンピオンシップタイトルマッチに向けてそれぞれサキさんの方から意気込みをお願いします。もちろん私が提示したノーロープルールでは負ける気はしませんし、私なんといってももしねミーちゃんの方が採用されても今のアクトレスガールズで私から3取った人一人もいないんで、負けたことないんですよ今のアクトレスガールズだから。いいのって言ったじゃん、いいのって言ったじゃん。でも9カウントだから3倍です。いや別に潰せばいいんでしょ、ミーちゃんのこと負ける気がしないんで。王者ミー選手より意気込みお願いします。はい、初めて戦った時はカラーズを半分に分けて戦って、こっちチームのたくさんのアシストがあって最後自分がサキさんから2カウント、その時は2カウントルールだったんですけど2カウント取らさせていただいて、こうやって真っ向から1対1でシングルマッチさせていただくのも初めてなんです。はい、なので自分自身今回サキさんとシングルマッチさせていただくってことはすごく自分の中で大きいことで、これをちゃんと自分はチャンスに変えたいと思ってるので、ルールを味方につけて、そして自分自身の力を試すためにもなんとか、厳しい戦いだと思うんですけど花から負けとは認めたくないので絶対頑張ります。シミーちゃんだっけシングルしたことない。いや他にもいるんじゃないですか。ない他にもないです。そして私、サキさんとシングルマッチしたこともないんですけど、サキさんの隣にも立たせていただけたことがないので、サキさんから3取った暁にはサキさんの隣にいつか立たせていただいて、タッグとしても勉強させていただきます。全然全然いつでも立てるもういいじゃん、勝たなくていい。いやいやいや、困ります困ります困ります。でもやっぱこのベルト自分サイズなんで多分サキさんも選ぶ。水森優奈とのシングルマッチ挑戦者決定戦で勝つのは私です。だからどっちが来ても
私が勝ちます。私がオレンジ色のベルトをやります。よっしゃー。いや私たちが勝つから。いやどっちが来てもユナモンが来てもいやどっちにしろ私だ。みんな